やってのけました。おめでとう、まさに君は人間ピーターパン。彼こそ天才高井豊くんです。さらに驚くなかれ、このマシンの電力はなんと乾電池2個。しかも炭酸電池なので場所も取らずとっても経済的です。阿部先輩。あ、ところで高井くんはまだ15歳なんだよね。いやー、それにしても15歳とは若いですね。年なんか関係ないでしょ。豊か。いやー、全く照れ屋の高井豊くんでした。時間になりました。校内の生徒は速やかに下校してください。高井くんはまだ15歳なんだよね。まだ若いのにすごいですね。まだ若いのに若いくせに。生徒は速やかに帰りましょう。先輩。豊かちゃん、私のこと先輩って呼ぶのはやめなさいっていつも言ってるでしょ。あなたは中学の時から付き合っている私の彼氏でしょ。そっか、僕は中学の時から先輩と。天才坊やならこのぐらい避けられると思ったんだが、やっぱガキはガキだな。またあなたたちですか。また今日は何の用ですか。何度も言ってんだろ、1年のガキが3年の女に手出してるってのが面白くねえんだよ。またってどういうことよ。なるほどね、最近やけに豊ちゃん怪我してると思ったらあんたたちの仕業ね。この今日の夜0時学校の屋上で待ってて。先輩、サッカー上手いんですね。あんな奴らにバカにされるのも今日で最後だ。ちょっと待ってよ、ゆたかちゃん。ちょっと先輩、そのゆたかちゃんっていうのやめてもらえませんか。いいわよ、ゆたかちゃんが私のこと先輩って言わないって約束してくれればね。それよりゆたか、さっきの話だけど。ん？なんて言ったの？全然聞こえなかったけど。こんな時間に女の子を呼び出して何するつもり？あ、わかった。ゆたかちゃん、私とエッチしようと思ってるんでしょ。まったく中学出たてのガキが生意気よ、こんな。僕はもう嫌なんだ。年下、若い、年下、幼い、年下、ガキ、年下、年下、年下。僕は先輩と付き合ってる限り一生年下ってみんなからバカにされ続けるんです。この地球が消滅でもしない限りね。豊ちゃん、なんかいい匂いがするけど、なんだ。あ、これだわ。あんまり綺麗なんで掘ってきちゃった。植物は大切にしましょうね、先輩。でどこまで話しましたっけ。地球が消滅とか。そう。僕はついにあるマシンを完成させたんです。豊か、まさか地球を破壊するつもりなのね。間違う。
このマシンを使えば僕が先輩と同い年になれるんです。へえ、そう。本当だったら面白いのにね。嘘じゃありませんよ。今日の昼間すでに実験は成功しました。今日の昼間って空中遊泳するって言って途中で落ちた、あれ？そう、これはただの空中遊泳の機械じゃない。時空の穴、ワームホールを利用することで時間を超える旅を可能にしたタイムマシン。タイムマシン？そう、昼間の実験では10秒超えタイムトリップに成功しました。僕は今から2年前の過去へトリップします。先輩と同い年になるためにね。バカね、そんなことしたら豊ちゃんが2人になっちゃうじゃない。同じ時間に同じ人間は存在しないんです。13歳の僕と15歳の僕が入れ替わるだけのこと。その代わり13歳までの僕は先輩たちの記憶から消滅してしまうと思いますけど。そんな、いきなり現れた人、私が好きになるかどうか分かんないじゃない。信じてますよ、先輩を。未来に行くこともできるの？ええ、右のダイヤルを F にするんです。これね。ああ、あんまりいじくらないでくださいね、危ないですから。でも考えてみると笑っちゃうな、僕と先輩が同い年になるなんて。よし、先輩。ユタカ。待っててね。もしも僕の計算が間違っていたら、あのユニットがうまく作動しなかったら、過去に戻りすぎでもしたら先輩は。豊かちゃん、こんな雨の中で何ゴミと戯れとんじゃ。若いもんは早く帰ってねんねしんしゃい。タバコ屋のばあさんか、てっきり先輩かと思った。結局昨日は一睡もできず、とりあえず先輩の両親に事情を説明しておこう。マミコ？変ね、うちにそんな子いたかしら。え？まさか。ねえねえ、聞いた？ D 組のマミコ行方不明なんだってさ。え、誰だっけそれ。やあね、阿部マミコよ。あなた忘れたの？間違いない、先輩の存在が消えかかってる。このまま時間が経つときっと僕まで先輩のことを忘れてしまうぞ。そういえば先輩、未来に行くって言ってたよな。あの時多分先輩はダイヤルを P から F へ変えただけだ。先輩の体重は43キロだから、
僕の計算が間違ってなければトリップアウトするのは。待てよ、先輩は着地の方法を知らないんだ。もし着地に失敗したら先輩は地面に叩きつけられて。忘れちゃダメだ、絶対に覚えてなきゃいけないんだ。覚えていなきゃ。でもそんなことが可能なんだろうか。いや、信じるんだ。先輩を思う自分の気持ちを信じるしか。今の僕にはそれしか。ああ、誰かと思えば天才坊やじゃねえか。マミコが蒸発したそうだな。おかわいそうに。そりゃどっか行きたくなるよな。こんな青くせえガキと付き合ってると恥ずかしくってよ。このそれから間もなくして先輩の存在は消滅した。みんなの記憶からも消え、そして僕も先輩を忘れた。先輩、先輩ってば。ねえ先輩、起きて。もうお昼ですよ、高井先輩。起きてください。はい。一緒にお弁当食べましょう。ね、先輩。もう昼か。はい、先輩。午後は何の授業だ。先輩は原告と古文です。かったりや。帰ろう。お前なんでいつも俺の後ついてくるんだよ。なんていうか、ほっとけないんだよね。母性本能くすぐられちゃって。ち、今日も高井は早退か。あれが2年前日本中を沸かせた天才少年だと思うと情けない。おい、あんまり慣れ慣れしくすんなよな。こんなところ俺の女に見られたらやべえだろ。また先輩に彼女なんかいないくせに。先輩には私しかいないんだから。そういえばお前誰かに似てるな。え、マミコ。ん、マミコ置いてっちゃうわよ。はい。マミコ、マミコ、何、どっかで聞いたような。ねえ先輩、先輩ったら数学のノート見せて。お前な、人んち来て勉強すんじゃねえよ。だって早退した分ちゃんと勉強しなくちゃね。だから先輩が1年の時のノート。この頃は結構真面目にやってたんだよな。なんだこりゃ、この日付って明日だよな。ねえ先輩。ん？今夜星見に行こうよ。星って？そう、9時に学校の屋上で。待っててね。待っててね。どうしたの先輩、ぼーっとしちゃって。ん？ああ、いや、なんか今のセリフ前にもどっかで聞いたような気がしてさ。え？気のせいだよな。マミコ、待っててね。なんか引っかかるんだよな。なんだろう、明日の14時42分に何があるんだ。先輩、お待たせしました。先輩見て見て、あそこの綺麗な星がこと座の一等星レガで、その斜め下で光ってるのがわし座のアルタイルだよ。ふーん。ねえ先輩、
ベガとアルタイルって何のことか知ってる？織姫と彦星のことだろ、七夕の。ピンポーン、さすが先輩、天才。ちでも1年に1度しか会えないなんてかわいそうよね。はあ、その点私たちは毎日でも会えるから。ちょっとトイレ。先輩、いいんですかそんなところで。お前知らねえのかよ、男連中はみんなやってるぜ。下の木の肥やしに寝るってね。知るわけないでしょ。なあ、お前とここに来たの初めてだよな。なんだか前にも会ったような気がするんだよな、こういう状況。ああ先輩、誰かと間違えてる。先輩、私が学校入る前に誰かと来たんでしょう。そんなことはねえよ。本当に？当たり前だろ。じゃあデジャブだ。デジャブ？騎士官か。そう、本当は体験していないのに体験したように感じる。錯覚だよきっと。錯覚？まあいいや。さあ星も見たことだし、これで気が済んだだろ。明日から俺につきまとうんじゃねえぞ。はい、彦星様。あのな、本当に錯覚なんだろうか。何か大事なことを忘れてるような気がする。今日だよな、14時42分13秒に何があるってんだ。思い出せない。なんか大切な。この香りは。先輩、あの声は。先輩、高井先輩、先輩ってば。あいつめ。もう寝よ寝よ。先輩、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 待っててね。ああ、14時42分13秒あと4分しかねえじゃねえか。どうこうしゃない。こら、高い、どこ行く。校庭で時間転移装置の実験です。天才少年高井豊の復活だ。みんな校庭に行って高井の実験を手伝い。はい。テレビ局だ、誰かテレビ局に電話だ。先輩、先輩、また我が校の入学希望者が倍増するぞ。このマット1年 B 組の前へ。ああ先輩、何ですかこの騒ぎは。帰ってくるんだ、やっと。帰ってくるって誰が。俺の彼女だよ。ふざけるな、俺は
こういう話が一番嫌いなんだ。目を覚まして先輩、この世にタイムマシンなんてありえないわ。先輩の幻想よ、最初からそんな人いなかったのよ。話せ話せって。先輩こら豊か、何イチャついてんのよ。びっくりした。夜だったのが急に昼間になっちゃうし、マシンには振り落とされちゃうし、もう死ぬかと思ったわよ先輩。バカ野郎、一歩間違ってたら死んでたんだぞ。ユタカ、本当に本当にいたんだ、先輩の彼女。あ、なんであんな無茶したんですか。もし僕が思い出さなかったら今頃は。もう大体昔から先輩は。ごめんね。ね、大丈夫です、私秋っぽい方だから。よかったね先輩、彼女と仲良くね。はあ、ね、豊か、ちゃんと待っててくれた。おーおー、すっかり男らしくなっちゃって。もうたぐ、先輩はいつもそうやって。何言ってんのよ。ん、もう先輩じゃないでしょ。